山田哲也選手です。お願いします。改めましてお越しいただいた皆様に一言ずつお願いいたします。阿波選手、東京チームの阿波克也です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、山田選手。東京チームの山田哲也です。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと根掘り葉掘り聞いちゃいましょうよ。そうですね。では大丈夫ですか。今日聞いても大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、大丈夫ですか。阿波選手も大丈夫ですか。ありがとうございます。では早速お座りいただきたいと思います。はい、ぜひね、はい、トップレーサー来ていただきまして、いや嬉しいですね。緊張しますよ。トップレーサーの方が来るともう皆さんざっと集まってきて、ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、はいはい、ぜひね、どうしました中瀬さん。あ、選手の方来られたかと。選手じゃないですよ。選手みたいな格好。3590番って書いてありましたけど、さすがに僕上下は初めて見たんで、ね、上だけは見ますけどね。さあということで、せっかくお二人に集まっていただきましたので、はい、ちょっとトーク内容を聞いていきたいなということもありますので、お聞きしたいと思います。はい、まずはレーススタイルによる平和島の攻略法をお伺いしたいと思います。二人ともちょっと違いますかね、レーススタイルがね。まずは阿波選手からお伺いします。レーススタイルといえば、外枠から攻める時の平和島の水面の特徴はありますかということでございますけども。そうですね、はい、やっぱこの時期ですと向かい風気象なんで、うん、チャンスはあるかなと。ああ、なるほどね。じゃあこの寒くなった時期の方がチャンスはあると。そうですね、だいたい向かい風の方が決まりやすいんで、はい、冬場は楽しみですね。冬場の方が楽しみだということでね。なるほどね。ちなみに6コース、まあ、そのいろんな場ありますけど、はい、どこの場が一番こう攻めやすいとかってあるんですか。なるほど。まあ一番って言われるとちょっと難しいですけども、はい、東京だったらやっぱ平和島が決めやすいですね。ああ、そうですね。まあそうですよね。やっぱりそうポイントされてますから。では、山田選手にお伺いいたします。はい、スタートが武器の選手にとっての平和島の水面の特徴はありますかと。ああ、そうですね。平和島はスタート行ってからのまくり差しが決まりやすいかなと思います。なるほど。なるほど。なるほど。スタート行ってね、それはやっぱり見てる側のお二人もそういうのは感じるものなんですか。はい、そう、山田選手がね、その本当角とかに入った時の僕たち のプライベートのテンションはね、はい、ドキドキはしますよ。ドキドキはちゃんとしてます。はい、ドキドキで終わることもありますけど行かないのかいみたいなこと言いますけど、よく裏ではね結構言ってるかもしれませんからね。口悪いんですよこいつスタートは絶対山田選手は行く、4コース角に入ったらこれスタート絶対間違いないから、はい、間違いない4から買っていいんですよって言うんですよ。うん、はい、で行かない時あった時にひどかったですよ。うん、はい、何してんだと。あ、まあね、山田選手何してんだと。何しに角行っとんねんとそう言われて山田選手どう思うんですか。やっぱそういう言葉を言われてしまうと。いや、それがもう お客さん の本当の気持ちだと思うんで。気持ちですもんね。僕が行けないと思う。そこはそうですね。行ったからにはやっぱちゃんと、うん、スタート行きたいと。はい、なるほど。いやですね、僕だけ悪者にする流れです。そうなんです。阿波選手が6コースの持ってきもね、はい、阿波選手いるから6コースに、はい、これ一幕で夢買おうみたいな、はい、毎回夢って呼んでるんですよ阿波選手のこと。阿波選手夢って呼ばれてますよ。夢って言われちゃってるんですよ。自分も夢ですね。ありがたいですね。でもそれはそれで逆に阿波選手から売れちゃうと、うん、もう買いたくなくなるんです。そうなんですよ。まあ確かにね、はい、そういう買い方もありますけども、はい、ね、ではちょっとお二人にお伺いしたいと思います。それぞれの平和島の水面との相性はどうですかということでございますけれども。元でございますか。阿波選手はどうでしょうか。相性はちょっと波あるんですけども、いいと思いますね。いい時は。なるほど、はい、もうそこは自分で感じるものなんですかね。もうそうですね。そのやっぱ朝起きて、はい、あれ今日調子いいなとか、そういうのでどんどんやっぱ合わせていくものなんですかね。そうですね、気持ちもありますし、うん、エンジン的なものもありますし。なるほど、やっぱそうですよね。はい、あ、山田選手は。そうですね、平和島は出てすぐ地区スターに選んでもらって、はい、走ってたんですけど、はい、当初は結構苦手な水面だったんですけど、プロペラ制度が変わったあたりから、はい、相性が良くなりました。なるほど。あ、まあ、普段も練習してますし、やっぱその分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね、他の場と比べては。そういうのはありますよね、はい、やっぱジューナのホームというか、ジューナの僕らも劇場でいうとね、その吉本の劇場でやりやすいですけれども、はい、違う劇場行くとちょっとやりにくいみたいなと一緒で、まあ確かにやっぱり平和島の水面はやはり地元ということで、うん、走りやすいっていうのは見てても分かりますよね。はい、さあそんな平和島の水面で特徴などあれば教えていただきたいな。ぜひこれはファンの皆さんにね、この選手の目線というかね、阿波選手はどうでしょうか、特徴というものは。そうですね、さっき山田哲も言いましたけども、はい、やっぱまくり差しとか決まりやすいですね。旋回が流れることが多いんで、はい、差し場ができたりとか、はい、なるほど。あとまあチルトもサンドもありますし、はい、場合によってはスタート一気っていうパターンもありますし、はい、どっから
来てもおかしくないレース場の一つだと思います。なるほどね、それが水面特徴ですよね。あ、それは今後この後のレースにも、ね、はい、いろいろ考えやすいです ね、 いいのはやっぱり難しいもんなんですかね、この水面は。はい、まあ、青笠さんに聞くのは青笠さんに聞くのはおかしいですけど青笠さんに聞いてもね、いいは難しいから、ね、うん、ちょっとって言ってるんですけどね、はい、まあでは山田選手はどうでしょうか。そうですね、まあ、1マークやっぱり差しが、うん、打ち伸びするようなイメージ で、 そうですよ、ね、決まるのと、うん、まあ、向かい風と追い風で、はい、結構極端に決まり手が変わってくるようなイメージは持ってます。ちなみに向かい風でやっぱりまくりってなるんですか。そうですね、まくりが決まって、はい、やっぱ追い風入ってくると、はい、2コースの差しとか、あ、なるほどね、他のレース場よりも、うん、決まりやすいと、出やすいかな。で、結構1マークは見どころというか、この平和島は。そうですね、いろんな目が見れるってことですよね。平和島難しいですね。まあ、昨日はねすごい寒かったですけど、今日みたいにこう天気がいい日とかこういう時っていうのは、うん、その平和島の水面 の、 その攻略法とかっていうのはあるもんなんですかね。そうですね、まあ、天気よりも、まあ、風向きが大きいと思いますね。 あとは看板ですね、やっぱ潮が高い時はよりターンが流れやすいですし、うん、はいはい、潮が低ければ旋回しやすいんで、うん、まあ、ミスも減るんで牛寄りが強くなってくる。なるほどね、なるほど、はい、そう、今日の天候で考えるとどうなんですかね。今日向かい風でね、向かい、今日向かい風、はい、うん、そうですね、今日緩やかな向かい風で、はい、まくりが好きな選手にとっては、うん、チャンスのある水面だと思います。ああ、なるほどね。そこは山田選手もやっぱりそう感じるところは一緒ですかね。そうですね、向かいは、うん、はい、まくる、まくりに行きたいなと、うん、はい、すごい思う風なんでしょうね。じゃあこの後ね、はい、ぜひとも参考に皆さん、ね、このお二人にちょっと聞きたいんですけれども、はい、その阿波選手も山田選手もやっぱスタートでスリットから覗く場合あるじゃないですか、はい、あの時っていうのはその隣の手だったりとか、まあ、山田選手外の手とかより前に一歩出た時にやっぱり気持ちは嬉しいもんなんですか。やっぱもう一気にいったな、阿波選手が特にこう一気にこう1マークに向けてこう絞っていくわけじゃないですか、はい、あの時ってやっぱすごい顔はニヤニヤしてるもんなんですか。そうですね、もう顔がにやけてるかわかんないですけど心はもう最高に気持ちいいですよね、やっぱり。そうですよね、あの瞬間がやっぱ一番気持ちいいもんなんですかね。やっぱスタートが決まったというか、うんうん、スタート決めて他の手をこう、はい、そうですね、まくり行くと、まくり行って決まった瞬間はもう最高の気分です。気持ちいいですよね、 あれはもう僕らに分からないなんか気持ちよさがあるんだろうなっていう、はい、まあね、選手しか分からないことですもんね、はい、そこはね。そうなんですよ。さあということで、まあ、もう一度また質問したいんですけれども、はい、阿波選手、山田選手とのレースの時の特別な作戦とかありますかということですけども。なるほどね、選手のね、特別な作戦とかってありますかね、はい、いや、いつも一緒ですね、特別なことはないです、うん、まあ、できるだけ伸びつけて、はい、いいスタート行ってまくりたいっていうのが一番ですね。あ、はい、そうですよね、そこを持ってやってるってことですもんね、はい、山田選手は、はい、そうですね、まあ、やっぱりスタートはしっかり行きたいなと思ってるのと、うん、やっぱり角とかなったらちょっと気合は入る感じですね、うんうん、なるほどなるほど。これ例えば阿波さんとかって、ね、例えば6コースからバーッと行った時に、はい、まあ、あ、これちょっと1までは無理だなって時、うんうん、やっぱこうまくり出しとかに構えるわけじゃないですか、はい、その時に、はい、これマイナス 0.5 やったら今いけたのになとかそういう迷いとかいい。そうですね、やっぱチルトによってそのいろいろ変わってきますんで、はい、ただやっぱ3度で伸びが来てればできるだけそっちで行きたいなっていうことですよね。なるほど、はい、なるほどね。例えばこう、あ、どっちだどっちだっていう時あるじゃないですか。でもうほぼ同体ぐらいで1と1まで届いた時に、うんうん、その時は迷わずまくりで行くんです、基本は。そうですね、はい、できるだけですけどね、まあ、最近はなんかちょっとチルトも下げたりして、はい、刺したりもしますけど、はい、なるほどね、はい、お二人がレースに一緒になった時っていうのは何かしらの作戦とかもあるんですかね。二人のそうですよね、その一緒の時っていうのは、ね、なんかこう牽制し合うじゃないですけども、まあ、山手さん、まあ、お互い言いづらいでしょうけどもちょっとだけでもね、お二人が一緒になった時にはこんな作戦立ててるみたいな、逆に山田選手と一緒になった時は阿波選手はどういう風に、まあ、自分の気持ちとしては鉄はやっぱスタート早いんで、はい、鉄に展開作ってもらって、うん、どっか刺そうかなみたいな。あ、なるほどね、山田選手がいるレースの場合は、うん、そうですね、山田選手が逆にその外に阿波選手がいる場合のレースとかはどういう気持ちで。まあ、やっぱり正直嫌だなと思ってまくられないようにやっぱゼロ台踏み込まないといけないなっていう気持ち。なるほどね、なるほどね、はい、そこの気持ち見えますもんね、緑外が見えるわけですもんね、はい、走ってる時に。逆に阿波さんがいると全体的にスタート俺速くなるイメージあるんですけど、それはそうなんじゃないですか、はい、他の選手も意識してるのは、うん、
そうですね、速くなる傾向はあると思います。少しはね、まあ、やっぱりそうね、選手はね、やっぱ気持ちがやっぱ行かれたくないっていうスタート、うんね、だからモートレース の, その基準を上げてるわけですよね、うん、合わせ選手がね、スタートを、ぐーっとみんなが気合い入るってことですから、はい、1個ね。さあ、そんなお二人でございますけれども、はい、年末ですので、それぞれ2014年のレースを振り返って、今年特に自分でも進化したなと思うところがあれば教えていただきたいなという。あ、なるほど。2014年、今年ですね。これ聞きたいですね、はい、今年のね。今年ですか。はい、はい、そうですね、今年はなかなか思うようなレースができなくてですね、あんまりいい思い出っていうかものはないんですけども、まあ、少しずつ新しい制度に対応して、うん、いいレースができるようにしたいなと早く思ってます。なるほど、わかりました。俺文字が淡川さんが俺のこと殴りに来るんじゃないかそんなことない。なんでだよ。そんなことない。淡川さんそういう人じゃないんだ。喋ってくれてる。そういう人じゃないんだ。山田選手。そうですね。まあ、今年はちょっと事故が多くてあんまり良くなかったんですけど、はい、あのレースのことに関しては後半の方に少しプロペラ調整が、うん、あのスムーズにできるようになったような気がしたんで、はい、そのイメージを忘れずに、はい、まあ、来年もやりたいです。なるほど。はい、じゃあまあ ね、お二人ね、もうお時間いっぱいになってしまったので、はい、この後この、ね、この回はですね、レースのことをいっぱい聞きましたけれども、はい、次の回の時にはプライベートのこともどんどん聞けるんですか、二人のプライベートのこと。あまり聞きすぎたら本当に淡川さん殴りかかると思いますけど、ぜひとも、好きな食べ物とかも聞いていいんですか。それは聞いていいですよ。それは全然聞いていいと思う。それは全然聞いていいと思いますので、ぜひとも皆さんその時に来ていただきたいと思います。8レースですかね。次はですね、8レースの発売中1時半頃から行いますので、ぜひともその際にも来ていただきたいと思います。それでは淡選手、山田選手に大きな拍手。ありがとうございました。ありがとうございました。ました、でまたお願いします。後で、後でまたお願いします。山田選手です。よろしくお願いします。淡川選手、山田選手でございます。さあ、ということでございまして、はい、先ほども1回ね、お話しさせていただきましたけれども、はい、今回はもうプライベートのことまで、はい、どんどん聞いていきたいと思いますので、はい、では一言ずつよろしくお願いいたします。淡選手から、はい、どこまで話せるかわかんないですけども。一生懸命話しますけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。山田選手お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ではお座りください。ぜひ、ぜひ。さあ、ということでね、はい、絶好の日差しが淡勝也選手を指しておりますよ。すごい西日が眩しい感じでございますけど、はい、さあ、正直ですね、はい、先ほどの1個前のこのトークショー、はいはい、に比べ、はい、すごく今楽しい気分になってください。言わなくていいです。楽しいんじゃなくて、その、うん、何でしょうかね、緊張しちゃっても、先ほどちょっとね、はい、上校長と上田会長とね、先ほど裏でもね、はい、お二人の方の挨拶の仕方とか見たら、はい、やっぱ上下関係でめっちゃ厳しいなと思いました。我々吉本もそうですけども、やっぱりボートレースもね、そういうことがありますもんね、やっぱ。そうですね、まあ、上田さん、上木さんって言ったら、自分がデビューした頃の、はい、まあ、頂点の選手だったんで、はいはい、ちょっと緊張しますね。今思いっきり袖で上田会長が見てますけど、気づかれちゃう。先ほどその僕らがね、その楽屋裏で、スタンバイしてる時に、はい、淡選手、山田選手が上木さんがね、はい、入られた時に、はい、楽屋に挨拶しに行こうって、はいはい、挨拶しに来られたじゃないですか、はい、あの時はどちらがこう行こうかって先に声をかけたのかなと思ったのが気になったんですけれども、いや、まあ一緒に、もうふとも2人とも行かないと、とりあえず行かないと、ね、はい、じゃあ僕ら芸人の世界と一緒に、僕ら師匠みたいな方が来られると常にもうコンビでは常に行かないとって気持ちと一緒の感覚で、はい、そうですね、上の人が来たらすぐ挨拶は、はい、あ、やっぱりこう、まあ、ちなみにこの山哲さんと淡勝さんのこのお二人の関係性みたいなのはどんな感じなんですか。うん、ここはまあゆるゆるです。ゆるゆる、そこは先輩なのにゆるゆる甘えてるんですか。そうですね、あの宿舎とかで、はい、結構あの淡さんとも一緒に、はい、一緒の部屋であの1週間とか寝泊まりしまったり、なるほど、何度もあるので、はい、あのいろいろ話したりとか。なるほど、すごく。で、淡さんがすごい優しいんで。あ、そうなんですか。正直ね、俺、淡勝さんちょっと怖いイメージあるんですよ。ストイックというかね。ちょっとね、そうですね、まあ、男前ですよね、だから見た目、ね、男らしいというかね、はい、うん、寡黙というか、ストイックというか。見た目でそういうふうに思われるんですけど、はい、中身は大したことないですね。そんなことないですよ、やっぱり。いや、そんな、ね、趣味が手芸ですって言うんだったら、そうね、はい、趣味とか何か、ね、ご趣味、最近何かハマってることとか。結構釣り好きなんで、釣りしたり、釣り、あとはサッカーゲームが好きですね。あ、サッカーゲーム好きなんですか。なんかサッカーの本田選手にちょっと似てるとか言われません？あ、そうですね、金髪になってる時は言われる時があります。あ、はい、なんか雰囲気も似てますよね、こう有言実行的な感じが。
そこまで実行できてないんで有言有言は有言は言うけど自信は持ってくる。山田選手はどうですか、こう趣味というか最近ハマってることなどは。あの僕も釣りは好きなんですけど、 あとなんかちょっと登山とかしようかなと思って登山とかしようかな道具を買い揃えたんですけど、はい、まだ行けてない。まだ行けてない、実際は。2人で釣りとか行かれたんですか。まだ行ったことないですね。行く約束はもうまだないです。まだ仲良くないじゃないですか。すごい仲良いみたいなこと言うから。じゃあ先に一回釣り行ってもらって、その後行ってくださいよ、ね、誘っていただいて、はい。この関東だとどの辺が釣りのスポットとしては阿波選手。自分はあのブラックバスっていう魚なんですけど、千葉とか茨城が近いんで、はい、行きます。そこに休みに。そこまでわざわざ行って。なるほど。なるほどね。山手さんはブラックバスですか。僕もブラックバスなんですけど、阿波さんがブラックバス好きなの今知りました。何も知らないじゃないですか。ゆるゆるな割にはあんまり知らないと思います。お互いの誕生日ぐらいは知ってますよね。それはね、知ってますよね。もちろんね。そうですね。阿波さんの誕生日いつですか。7月です。7月です。阿波さん。4月です。全然知らないじゃないですか。全然知らないじゃないですか。何も知らないじゃないですか、2人。自分の鉄が釣りするのは今知らない。おかしいな。おかしいな。宿舎で一緒にずっといるって言ってたんですけど。何を話してるんですか、1週間の間は逆に。何にも話さない。ここ質問あるんですけど、はい、テレビ番組とか見たりするんですかって言うんですけど、ベタな質問ですけど。そうですね、テレビ見ますけど、特にこれ見るとかはないですね。そのバラエティとかは見ない。バラエティも見ますね。だいたい宿舎なんかはもうテレビ見るぐらいしかやることないんで。はい。そうですよね。宿舎って各部屋にテレビ1個あるんですか。ありますね。ああ、なるほど。例えばじゃあ同部屋やったら、そうね。それはやっぱ阿波さんが見たい番組を一緒に見るっていうことになるってことですか。そうですね。はい。基本的にそう。後輩がバンバン変えるっていうのもありえない。いや、でも阿波さんとかは好きなの見ていいよみたいな感じで、はい、なるほどね。言ってくれたりするんですけど。はい、どんな番組見るんですか、阿波選手は。バラエティーとの一番見たい見たいとかあります。なんか最近これ面白いなって番組あります。え、あ全然なかった。特に、まあ、お笑い番組。お笑い番組。お笑い番組アメトークとかね。音楽とかどうなんですか、聞かれたりするんですか。音楽聞きますよ、はい、なジャンルで言うと。ちょっと待って、これ当てた方がいい。当てた方がいいか、はい、うん、ね、阿波勝選手が。じゃあ当てた上げた阿波選手の好きなジャンル、音楽の。もうパッと見て分かりました、はい、エアロスミスです。絞りすぎなんだよ。もうちょっとジャンル結構好きです。洋楽が好き。なんかでもハードロックみたいなの好きそうな。ハードロック好きです。そうですね、なんかイメージありますよね、ハードロックを。ハードロック好きな人の雰囲気。雰囲気ね。洋楽の方が聞くんですか、やっぱり。そうですね、洋楽多いですね。邦楽はあまり聞かない。はい、聞かないということですね。はい、山田選手は。僕はまあ普通ですね。ちょっと当てます、中橋さん、はい、もう分かりました、見たら、はい、ゆずです。絞りすぎなんですよ、いろいろと。世界の終わりとかね。そんな好きじゃない。でも結構好きです、はい、ゆずとかそういうの。そういうポップが両極端な感じしますもんね。すごく洋楽邦楽、洋画邦画みたいな、うん、何も知らないですか、趣味のね。お互い、ね、誕生日も知らないんですから。ねハードロック、ぜひね、誕生日の時なんかおすすめの CD とか調べてね、買ってそう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 、ね、4月だからね、うん、4月だからね。ちなみに阿波選手は山田選手の誕生日知ってるんですか。いや、知らないです。俺が後輩ですから。そうか、でも先輩は別に知らなくていいよ。後輩は知っとかないと。そうかそうか。だから、ね、芸人とかやと、なんか先輩とか、例えばじゃあ同じ渋谷と先輩とかやと、こう誕生日会とか大体開く。あ、開きます、後輩がね、うんうん、そういうのとかあるんですか、なんか。そういったことはあんまりないですよね。そういう会にあんまそういうのはないですね、うん、パーティーするみたいな、みんなで集まって忘年会みたいなとかないの。忘年会とか新年会とかはありますね。あ、なるほど。東京支部のメンバーが集まってあります。はい。その時誰が一番調子者というか、一番こうはしゃいじゃう選手みたいにいるんですか、うん、東京支部でですね、はい、忘年会新年会等々で言える。危ないところなんですね。言えない人だから。言えないところだ。イニシャルだけでも長岡選手とかでしょ、どうせ。長岡選手はしゃぎそうですね。長岡選手はそうですね、お酒飲み好きですから。俺いつも思うんですけど、もう、まあ、芸人界っていうのは、うん、まあ、その飲みに行ったら、はい、とにかく一番上の芸歴のやつが払うんですよ。そう、売れてる売れてない関係なしにね、全額払うんですけど、はい、ボートはそういうのあるんですか、なんか先輩が払う、先輩が払うみたいな。そうですね、先輩払ってもらうこと多いですね。あ、それはそうなんです、ね、絶対じゃないですけども、あ、はい、なんとなく雰囲気で。そうですね。あ、山選手は阿波選手にご馳走してもらったりとかあるんですか。あります、はい。あ、ちなみにどこ、なん、今までどこ、今まで食べたもの、はい、で。結構平和島とかで、はい、最終日でやっぱりその大盛りとかで居酒屋さんとかで、はい、
食事した時に、はい、先輩何人かが出してくださったりとか、はい、だからこの平和島に来た時に帰りは大体大森に行けば最終日に東京支部のメンバーに会える可能性あるってことですね。いる確率は高いと思います。プライベートの選手たちに、はい、今いいんですかそんな情報流しちゃってみんな集まりますよ大森に来ますよみんないや俺ね前偶然、はい、山手さん一緒になったことあるんですよ、うん、俺プライベートでプライベートで全然違う店で芸人で飲んでたら、はい、山鉄さん、浜野屋さん、熊谷さん、斎藤仁さんが普通に飲みに来て、これみたいな。で、あの熊谷さん俺知ってたんで、はい、あの一緒に 飲ませてもらって、はいはい、俺初めてですよ、本当にあの斎藤仁選手、はい、こいつこんなに喋るんだと思ってこいつって言っちゃダメですよ、こいつはダメですよ、こいつはダメですよ、いやいや、斎藤仁さん俺すごく寡黙なイメージだったんですよ、まあ、確かにね、あまりこう無口の方というイメージはねめっちゃ喋るやんと思って、うん、そうなんですね、はい、みんなでワイワイと盛り上がってるっていう部分もあるってことでございますけども、はい、さあ、時はね、もうクリスマスでございますけれども、はい、さあ、お二人クリスマスはどのように過ごされるんでしょうか。クリスマスはちょうど仕事が入ってたんで、はい、あの琵琶湖にいます。琵琶湖に、琵琶湖で、なるほど、はい、さあ、山田選手は。そうですね、あの、まあ、ゆっくり、はいはい、人混みとかあんまり得意じゃないんで。人混み得意じゃない、人混みは得意じゃないこのぐらいの人数だったらまだ大丈夫ですか。はい、もっとすごいごちゃごちゃしてるところは。ディズニーランドとかあんまり好きじゃないっていうことですよね、はい、あんまり混んでるとちょっと行きたくないと。斡旋は入ってないってことですね、はい、今ちょっと休みなので。あ、 ご結婚されてましたっけ。はい、はい、あ、なるほど、じゃあ奥さんいるんだよ、まあ、仕方ない、はい、仕方ないってなんですか別に遊びに行かないですよ、わざわざ。家帰っていいんですよ、クリスマスは。さあ、ちょっと琵琶湖に行ってるとクリスマスっぽさも感じられないかもしれないですね、もうちょっと行ってたらね、向こうに。そうですね、レース中はあんま関係ないですね。そうですよね、はい、何かクリスマスされたこととかあります、なんか、はい、そういう選手になってからね、なんか阿波選手はどちらかというと武闘派という感じがして、クリスマスなんてどうでもいいよみたいな感じにしますけど。そうですね、どっちかというとどうでもいいですね。どうでもいいですよね、やっぱり。そうですね、正月の方がまだ楽しいですよね、多分ね、正月とかの方が。そうですね、まあ、正月も選手やってる間は大概仕事関係がもう入ってますね。そうですね、正月気分っていうのも味わえないですね。なるほど、はい、たまにこうあれなんかこう、まあ、こう斡旋が続くと、はいはい、休みたいなって思う時あるんですか、やっぱり。ありますね、正直。その休みの日はそのボートレースのこと考えたりもするんですか。まあ、仕事、昔は、まあ、モチペラって自分でペラがありましたからね、やってましたけど、最近は そうでもないですね、はいはい、休みになればゆっくり休む、完全にオフにして、ね、あ、なるほど、ちゃんと休めてレースにまた、ね、向かっていく。例えば大型の休みがあった場合、多分1ヶ月とか2ヶ月ぐらいあったらどこか海外行ったりとか、その旅行は、そうですね、旅行行ったりとかはありますね、うん、なるほど、はい、海外とか温泉とかですか。それはもう温泉行って足伸ばす。そうですね、海外じゃないですね、国内の。国内で、まあ、子供もいるんで近場が多いですね、はい、あ、そうですよね、まあ、それの方がね、まあ、一番安らぐといえば安らぎますから ね、はい、そうですね。でこれね、あの台本上にちょっと面白い質問が1個あるので、それ聞きましょうよ。聞いていいですか、はい、自分の中で今年の流行語大賞を決めるとしたら何でしょうかいや、それはもう阿波さんは決まってるでしょう、やっぱり。阿波さん決まってますよ。何ですか。チルとサンドンでしょ。違う違う、出てますけど、平和島でね。え、あ、別に流行、今年じゃないから。今年じゃないから今年発売したカツ丼じゃないんですよ、あれ。チルとサンドン、あれずっと出てるんですよ、平和島で。チルとサンドンっていうカツ丼、ちょっと難しい質問かもしれないですけど、よく今年この言葉を言ってたなとか。あ、なるほど。自分の中で、自分の中で言ってたなでもいいですし、はい、こう自分の中で思い出に残ってるシーンの言葉があったりとか、好きな映画で見たシーンが良かったら、その名台詞とでもいいんですけど、何かありますか、流行語は。そうですね、確かにこれ台本載ってて、これ考えとかなきゃなと思ったんですけど。真面目なんですよ。真面目なんですよ。ありがとうございます。ストイックなんだよ、ちゃんと。ストイックですね。台本まで読んでくれて。ありがとうございます。あの結局思いつかま、思い浮かばなかったです。あ、思い浮かばなかった。特にないなと。ないな、特にないと。ブラックバスにしときましょう。今年の流行語大賞はブラックバスだと思います。勝谷選手もね、はい。山田選手は。なんか今年気になったフレーム。それはもうずっと考えたわけですもんね。いや、僕もそれ見たときに、はい、これはまずいなと思ってこれ来るなと、はい、芸人のやつらやって行ってくるぞと。絶対質問してくんなあいつら芸人だからと思ってました。すみません、見事に質問しましたけど、ね、いやでも僕も思い浮かばない。特にね、やっぱレース毎日してると、はい、なかなかこう1ページ1ページが毎日ね更新されてきますから、まあね、このテレビをずっと僕らみたいに見てないですから。あ、そうですよね。そうですよ、はい、口癖っていうのはあるんですか。何かお互いね一緒に、そうですね、よく言うよなお前みたいな、この言葉よく言うよなって。例えば阿波選手が山田選手、こうお前これよく言うなみたいなのあります、口癖。いや、鉄は特に特にないんだよな2人の距離感が全然縮まってないんだよ。阿波選手ありますよね、阿波選手が。いや、よく見てるはずな、よく言うなみたいな。先輩ですから、うん、いや、な、な
なんかいいよみたいな。いいよ、よくですね。いいよって優しいか、広いんですね。何言ってもいいよって言って。ところが広いんだよな。優しいんですよ。いいよってすぐ言っちゃうんですね。ちなみに今日は2人ともこうおられてますけど、終わった後2人でどっか行かれたりするんですか。いや、何も決めてない。今日じゃあ別々に帰られるんですね。今日はね、せっかくお仕事一緒だったんでね、このまま大森の方に行っていただいてね。もちろんだから連絡先は知ってますもんね。ね、LINE とかやってるんですか。メールですか、今は。いや、自分があのガラケーなんで。まあ、らしいといえばらしいですよね、阿波選手は。メールだけですね。メールだけで。なるほどね。絵文字なんて使われるんですか。阿波さん絵文字使わないですよね。阿波さん絵文字使ったらもう使わなかったんですけど、はい、なんかだいぶ前の話ですけど、はい、嫁に1回のメールに1個か2個絵文字入れろって言われて、それから入れてます、ね。記者の皆さん書いておいてくださいよ。阿波選手は今絵文字を使っているってことを。しかも嫁に言われてやっているっていう。いいですね。いいですね。そういうエピソードですよね。はい、山田選手は絵文字も使って。山田さんもあるでしょ。絵文字でしか喋んないでしょ、もう。もうギャルみたいなで。ギャルじゃないか、それは。でもスタンプだけとかスタンプだけ、ね、スタンプとかもやってるということですからね。もう楽しいですよね、それはそれで。一番仲いい東京支部の選手とか誰なんですか、お互い。この一番よく喋ってきたなって感じ。蜷川哲平。ああ、哲平さんね。はい。はい、山田選手は。まあ一番とかそういう あれはないんですけど、はい、まあ今節走ってる中野次郎さんとか。ああ、なるほどね。よく話しかけて。よく話は、はい。僕が今山田選手だったら絶対阿波克也さんって言いますけどね。阿波さんもね、困らせちゃいました、すいません。普通は言うんですけどね。普通は言うんですけどね。さあ、お時間の方になってしまいましたけども、2015年に向けて、短いですけど、ぜひね、はい、一言ずついただきたいと思いますので、お願いします。から、はい、あとでくあれもしますので、はい、ちょっと一言ずつでは、はい、いただきたいと思います。はい、来年はまあ今年以上にいいレースができるように精一杯していきますん で、はい、で正月もまた平和島走りますんで、ご声援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、山田選手お願いします。来年はあのスタート事故を減らして、あの平和島走るときはあの優勝するつもりで走るんで、応援してください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでございまして、お二人、あの最後はピースターをね、上げていただきたいと思いますので、サイン付きのピースターを、はい、皆さんね、ぜひとも皆さん取るのは気をつけていただきたいと思います。3つずつありますんでね、はい、ぜひ気をつけて皆さんね。それでは山選手どうぞ。はい、喧嘩しないようにしてください。はい、ね、喧嘩しないように。おー、はい、強い、ね、はい、あー、なくなっちゃいました。なくなっちゃいました、ごめんなさいね。ぜひとも来年も、はい、お二人に頑張っていただきたいと思います。皆さん応援していただきたいと思います。それでは、阿波克也選手、山田哲也選手でした。ありがとうございました。